皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校1年生、社会科、歴史分野、第3章、中世の日本と社会、団結する村、賑わう町の内容です。では、目次を見て、関係するページを開けてください。教科書に月並風俗屏風の図はありますか この資料を見て、どんなことに気がつくでしょう。ヒントを参考に、画面を一時停止して考えてみましょう。まとめ終わったら、再生してください。どんなことに気づけましたかそれでは、本次の課題です。室町時代の村や町の人々は、どのようにして自分たちのまとまりを作っていったのでしょうか。 一時停止ボタンを押して、ワークシートに書き出してみましょう。それでは、教科書を参考に学習していきましょう。まずは、一時停止ボタンを押し、ワークシート四角二の空欄を埋めていきましょう。埋め終わりましたかでは、解説と答え合わせをしていきます。はじめに、産業や流通の発達について学習していきましょう。 室町時代の農業では、これまでと比べ、収穫量が増加しました。その理由として、牛箱や肥料の使用、一年に2種類の作物を育てる二毛作などが挙げられます。また、作物の種類も増え、茶、藍、麻、桑、麺などの栽培や、養蚕による絹の生産も行われました。 種類も増える中京都の絹織物の他に紙や陶器酒や油など手工業によりその地域の特産物も生まれましたこの頃、物を運ぶ手段として陸上交通の新たな手段として馬車が登場し運ばれた産物を取り引きする位置を開く場所や回数が増えるなど商業が発達しましたまた 取引には輸入された総船や民船が使われました。次に村の自治について学習していきましょう。最初に皆さんが見た月並風俗病部では多数の農民が仕事を分担し田植えを行っていましたね。室町時代では産業の発達とともに効率よく作物を作るため水の確保や野山の立ち入りをめぐり 村同士で対立が起きました。その中で自分たちのことは自分たちでという意識の高まりから年長者や有力者を中心に自治組織が作られました。これを僧と呼びます。では僧が行った自治の内容を確認してみましょう。寄り合いを開き決まりを作り、他の村と交渉する。 荘園領主に年貢をまとめて納める、罪を犯した者を独自に処罰する、などが挙げられます。自分たちの生活を守るため、村が団結していたことがわかりますね。次に、町の自治について学習していきましょう。京都を中心に、土葬と呼ばれた七屋や酒屋が栄え、幕府も彼らから税を集め、 大きな収入としていました。商業が発達する中、商人や主工業者は、同業者同士の組合である座を作りました。この座は、その地域の有力な区下や自社に対して税を納めることで、その地域の商品の製造・販売の特権を得ることができました。これによって、座に所属していない同業者を排除し、 その地域の取引を独占しました。商業の発達によって各都市も発展していきました。特に大阪の堺や京都では町衆が自治を行い大名に対抗する都市も現れました。それでは 今回の学習のまとめをしましょう。まとめが難しい人は、教科書を通して読むのもとても大切です。今日の課題は何だったでしょうか今日の課題は、室町時代の村や町の人々は、どのようにして自分たちのまとまりを作っていったのでしょうかでした。では、一時停止ボタンを押して、 ワークシート資格3のまとめに取り組んでみましょう皆さんはどのようにまとめましたか先生はこのようにまとめました村の場合農業や手工業の発達による人々の暮らしの向上や人々の結びつきの強まり町の場合 商工業の発達と都市の繁栄では最後に今日の学習の振り返りをしてみましょう今日の学習で分かったことや気づいたことこれからの学習でさらに知りたいことなどを画面を一時停止して書き出してみましょう一つでも書けたら再生してみましょうどのようなことが書けましたか例を参考にして 次の学習につなげてください。それではこれで今日の学習を終わりにします。またお会いしましょう。さようなら。